先生も迷ってた。目の前がぼやけてく。今数秒前はどこにある。渦の中鼓動の音すらもよく聞こえない。ああわからない。たため息を一つ吐いた。目が覚めたようで黙れ。僕から突き捨てた塔を天下地上の空に溶けていくだけ。でないか。